続きまして学内施設や学生生活をご紹介します付属図書館は朝から夜まで空いていて学生は誰でも利用することができます約30万冊の蔵書がありレポート作成に必要な資料が揃っていますしコンピューターを使うこともできますアゴラという学,学習スペースではプロジェクターを利用したプレゼンテーションの練習や ガラス製ホワイトボードを用いたディスカッションを行うことができるのでいつも多くの学生が利用しています情報基盤センターの演習室は図書館と同じ建物の1階にあり200台近くのコンピューターが置いてあります1年次の必修科目であるコンピューターリテラシーはこの教室で行いますこれは 普段の授業風景です。一年生は全員が共通して理系の基礎となる科目を学びます。コンピューターリテラシー、基礎プログラミング、基礎科学実験、物理、数学など、二年生以降の学習につながるものばかりです。基礎科学実験では、高校で習った現象を実際に確かめることができます。高校までは実験というと、 学学実実験験がが多いいいと思まますす大学では物理実験も行 UEC コミュニケーションミュージアムは通信に関する歴史的な機器などを展示する電通台ならではの博物館です電通台が日本で初めて開発した電波時計などが置いてあります学生生活で困ったときには 相談することができます学習や学生生活の悩みは学生なんでも相談室就職に関することは就職支援部門で相談することができますどちらも専門のカウンセラーが相談を行っています忙しい大学生活でも電通大生は盛んにサークル活動に取り組んでいます体育会系から 文化系またプログラミングやものづくりに特化した技術系サークルが豊富なことも電通大の特徴の一つです私も IML という技術サークルに所属しています1年生のうちから本格的なプログラミングや電気工作研究活動を行いますこのように電通大には多様なサークルがあるので きっとやりたいことが見つかるはずです全国大会に出場していたりコンテストで賞を取ったりとどのサークルもレベルの高い活動をしています大学会館は食堂や多目的ホールが入っている建物です1階は売店でアイスや焼きたてパンのほか日用品からパソコンまで揃っています 2階は学生食堂となっていて昼休みには学生でにぎわいます4階の多目的ホールはサークルが練習に使ったりライブを行ったりしていますこれは2階の学生食堂の写真です値段も安く期間限定メニューやご当地フェアが次々に登場するので飽きることがありません 私がおすすめするメニューは白身フライタルタルですなお本日大学会館の学食の営業は終了していますが16時まで生協売店は行っていますのでぜひ行ってみてください初めての一人暮らしは防犯や病気など不安なことが多いと思いますそんな人には大学からすぐの学生宿舎がおすすめです 2017年年ににできた100周年キャンパスには2つの学生宿舎がありますドーム絆は個室タイプドーム友達は共用スペースと6つの個室があるユニットタイプでどちらを選んでも近くに住んでいる友人と助け合うことができます電通大は海外の大学や研究所と連携協定を結んでいます 留学の制度も整っていて夏休みなどの長期休暇を利用して留学に行くことができます準備段階から海外異文化生活研修危機管理研修などのオリエンテーションを通して手厚いサポートを受けることができます普段の生活でも国際交流の機会はたくさんあります海外インターンシップや海外で技術研修を行うサマートレーニングというプログラムもあり 学生のうちから異文化理解やグローバルな視点を獲得できる環境が整っています私たちが電通大を選んだ理由についてですが何と言っても就職に強いということがあります私が就職したい企業で活躍している先輩もたくさんいますまた国立大学なので学費が安いということは大きな魅力です 次に入学して分かったことですが、情報系に限らず、さまざまな分野で最先端の研究が行われているということを知りました。また、国立大学なので、教育や研究の設備が充実しています。今日は施設や研究室の公開を行っていますので、ぜひ訪問してみてください。そして、理系の大学ということで、 女子が少なくて不安に思っている人もいるかもしれませんが決してそんなことはありませんでした私も充実した学生生活を送っています大学の名前からは情報や通信の大学と思われがちですがロボットやメディア生命科学や光科学など幅広い分野を電通大では学べます私たちから皆さんに 理系に住むなら電通大のメッセージをお送りします皆さんも私たちと一緒に情報をかける履行で未来を切り開いてみませんか